ーキングスをプレイしています。32銀河の猫大好きラブキャットです。はい、今回の動画ですね、また引き続きもう1になったら終わるんだシリーズですね。はい、ギャラクシーバーニングです。はい、ギャラクシースカウトです。初めてご覧になられる方、このゲームはですね、宇宙を舞台にした、本格 SF 戦略シミュレーションゲームです。ややこしいですね。SLG です。はい。なので、頭をね、使ったゲーム、攻略的なゲーム、攻略しながら育成するゲームがお好きな方、お待ちしております。Let's download this game. お願いしますね。はい。一緒に遊びましょう。はい。では、もう、早速スカウト行きます。だいぶ来ました。結局1610から始めて、途中でなんやかんやで増えたの1650ぐらいだと思います。残り450。はい、もう終盤ですね。はい、では10枚一発目いきましょう。はい、ね、さっきほどはクリティカルガールが来たので、ちょっとテンション上がりまして、ちょっと30分で切る予定が、タイマーをしました、ちょっと長尺になってしまいました。すいません。はい、テンション上がりました。はい、で、PQA はですね、はい、もう自分は、最低限の、AU が揃ってくれたので BQCQ は委員会に入れています。なので初心者の皆さん、 BQCQ はもう全部委員会に入れろってわけじゃないですからね。はい、揃ったらですよ、揃ったらもう大丈夫です。はい、64、戦闘値は低いですね。はい、で、この戦闘値結構大事です。はい、大事な方、乗ってみますね。この戦闘値は大事です。はい、3% 4% 変わるだけで、だいぶ変わります。はい。で、攻撃性格と、はい、自分を使います。戦。はい。あと、71%の、内戦7時とですね、攻撃戦闘分、この数値っていうか、まあね、今バーニング中なんで、やっぱり全体的に底上げされてると思うんですよ。 AKE も69、はい、戦術速度と出戦級はね、皆さん上げるといいと思いますよ。はい、倒せなかった海賊がね、出戦級を上げるだけで、アタッカーの数増やして海賊叩きたりしますんでね、無傷でね、海賊は無傷で叩きましょう。はい、81、高速攻撃、連射からの抵抗ダウン。このね、抵抗着火って結構ね、もう言っていいかな、言っていいかな、さっき言ったように走行だけ上げてる方多いでしょ。はい、こんな人なんかこれでも1攻撃バーツだ、それかもこの逆ですよね。抵抗力、抵抗命令なんですか、今ですね。はい、ダルシーも来ましたね。ソフィア、はい、92、はい、90超えたら色合わせで置いておきます。これ青単色一発ですね。スペースドック、出船規模に、生産資源、このね、船のね、生産資源のマイナスは大きいですよ。はい、で、保護量もそうですね。でも割れましたね。92で調整できます。色合わせで83微妙、このね、戦艦強化、これね、結構船体強化施設の、艦船強化資源ですね。これ結構資源かかるんで、これはね、もう上げまくる。だこれだけを上げる英雄置いといてもいいと思うんですよ。なかなかいいの見つかるまでだね。これだけもう、とにかくレベル50までスキルを上げて、はい、一般艦船はね、強化するときに資源がちょっと向くようにしていきましょう。はい、で、暗黒物質、だから全部上げる必要はないんです。これ分かれてるでしょう。これ分かれてて、このね、強化施設に置いてるのに、こんな2つ上げても仕方ないんでっていうことです。お分かりですか。1個だけでいいんです。はい、1個しか持ってなければね。はい、はい、86微妙。はい、で、電車からの、脆弱、でこう、パッシブが攻撃使わないですね。今ですよ、自分は使わない。こうやった方がいいですよっていう、戦闘方法、戦闘戦術、戦闘戦略あります。でも自分はどっちか言うと、こうやった方がいいという、こうやりたい、こうやった方が面白いっていう方を、優先しています。
そろね、ちゃんと戦う営業の人ぐらいの強い人だと思いますけど、それはさすがに、ね、皆さんに見せてしまってのうちがあるので、それはひっそり作っておきます。はい、力当たりはレイラ、まあ、レイラはありがたいです。これはちょっと、皆さんにお聞きしたいんです。一番このゲームで一番好きなキャラは誰ですか？推しは誰ですか？コメントください。はい、でコメント書いたらグッドボタン押してください。はい、自分はレイダーです。はい、2個割いい3割がない。はい、はい、レイダーね、そうなんですね。はい、で破損防止に抵抗に攻撃強化、これでは自分は戦えません。はい、でパルス、ああ回式か、精密照準からのパルスでしょ。面白いんですよこれ。面白いんですけど、ね、正確と貫通なんで、相手のフォーメーションに合わせてどちらを選択するかの時に自分がね、ちょっとうまく、でも回式でしょ。でも58、これでしたね。余計ね、そのそうなんですよ。言っていただけたら分かりますかね。これどっちに振るかなんですよね、貫通と正確。はい、でどっちに振った方がどの相手に効果的なのかっていうことを考えると、そのね、今の自分の編成でこっち側の方はね、ちょっときついんですよね。で58でしょ。はい、これでしたね。100ちょっとの人ですね。 4.2% ね、変わりますからね。でもね、回避でしょ、置いとこう。で、もっといいの来たら、はい、これはもうお遊びに置いとく感じです。はい、で、保存防止、弱点修理か。さっきね、先ほどの動画でクリティカルガールが一番最後に来てくれました。で、ですね、クリティカルのいいところは、まあまあ威力が増す。でも逆に言うと、ね、クリティカルしなければなんですよね。なぜそうしたらクリティカルの確率を上げたり、クリティカルのダメージを上げたりってなると、この破損防止がいらないんです。はい、で自分はもう欲張っているので、この人いりません。はい、なんかね、破損防止、弱点射撃の後に、終了後に弱点くっつくして、あ、これじゃもういいですね。はい、弱点だけじゃちょっときつい。最終回、はい、で最終はですね先ほどの動画でもお伝えしましたけど、最終はね、ちょっと2パターン、早く狩る人、それとゆっくり最終をする人、この2段階を置いておくといいですけど、自分は本質使わないです。はい、最終のね、こともこのね、まだ飛空海シリーズで、はい、いろいろ載ってますので、はい、ゆっくりご覧になってください。はい、結構自分が主人公の頃に欲しかった映像の情報をお伝えしております。1個違ったりきました。2秒ずといい作品。はい、はい、でこれ S 級出てるのにまだ光ってるっていうことは、もう、かけら10枚か自家当たりが確定です。これ覚えておいたですよ。はい、グワグワ、いい作品はでかい、でかいですね。なんかもうクリティカルガールもするし、イースも10枚するし、はい、いいっすね。ちょっとフェイとね、モレクちゃん、あの人何でしたっけ、テレル、あの人がね、違うときたんで、それはちょっと怖いと思いましたけど、はい、脆弱がね、あ、貫通命令、はい、命令なんて使わないわけです。命令がダメなわけじゃないですよ。貫、はい、まあ、貫通と正確度は役割が違う。はい、ここですね。64、はい、修理ロボットからの装甲、はい、使いません。で内政英雄86、経験値、経験値か、ちょっとね、いや80、ちょっと置いときます。で経験値英雄がね、一応何人も用意してるんですよ。でその初期値がね、低いものから順番にもう待機させます。はい、っていう感じで入れ替えております。はい、はい、というわけですね。で
これなぜ退役させるか、 A 級英雄を、まあ、S 級もそうです、はい、英雄を、星級レベル65までね完成するためには強化としてね DNA270 がいります。なのでこの委員会に出ますと DNA 止まらないので A 級は自分はですよ、退役させて DNA にしています。これね知ってない方ちょこちょこいらっしゃる、初心者の方 A 級でも十分戦いますので、はい、DNA 大事ですよ。2個あるイーディアニア、この人言いにくいですね、一番イーディアニア、あ、この人なんです。はい、で、このマルコフのおじさんと片目のおじさん、はい、おじさんを、はい、インカに入れて、はい、ナイスです。修理資源とアカデミーと研究ですね、言われましたね。で、73、はい、で、60低い。でも、強化と生産と保存、渋い。仮にね、この強化施設あるじゃないですか。これ強化施設も、今ね、長官任命としてコストが落ちますよね。ね、プラス、スキルでコストが落ちますよね。なので、何人かね、まあ、一人とにかく、まあ、レベル上げといて、で、何人か用意して、一番この内政値が高い人を、ボンと65まで持っていって、これだけ上げて、で、強化するときにこの人乗せて、っていう感じでいきます。それ以外というかね、強化するとき以外は別に外してて問題ないんで、ね、外して、長官任命の、スタミナ最大、スタミナ回復、経験値とか入れとけばいいですよっていう、長官を、ね、入れ替えるということを皆さん覚えておいてください。はい。はい、100強靭。はい。で、これでですね、抵抗式、抵抗式来てるんで、強靭までのね、物販、強靭物販の間、抵抗力が上がります。ただ、その後なんですよね、自分の回避力を上げる。まあ、これもあれなんですけどね、相手のね、相手を落とす方が、ね、自分、仮に自分のレベルが低いと、自分を上げたところで相手が上回るんでね、なら相手をガツンと数十パーセント落とした方が効果があるんですけど、この人100なんで、はい、色合わせも使えるんで置いときます。できた増幅、もう増幅大好き。はい、ね、これでしたら73ちょっと低いですけど、増幅までの間に回避式なので回避で耐えれると。で、回避で耐えるっていうことは、あの武器ですよね、はい、に耐えやすい、はい、で、衝撃緩和、あ、増幅ぶっ放した後に衝撃緩和か。だから逆に言うと増幅で相手の ね、ターゲットを潰せなかったら、まあ、衝撃緩和でダメージ減らしますけど、その後なんですよね、ちょっと衝撃緩和じゃないな、増幅行った後はもうね仕掛けたいですよね。いやでもね、回避ちょっと面白い、まあどうせ面白いって言ってもね、後でね、ほとんどの方回避させてるんですよ。はい、まあこのせっかくなんでね、解説で、まあね、初心者の方がね、まあスキルのことをね把握できてない方に、あ、なるほどそういう考えか、あ、そういうやり方、なるほどみたいなね感じで思ってもらっていいかなと思ってしておきます。はい、出来が見えたらちょっと強化して遊んだりしてます。ゲームさ、遊んでますよ自分。はい、ただジリアン、はい、さあ内政さん、はい、69、20、ベテランスカウト最大高度、あ、これ2つね、資源保存上の超過にすると最大の保管量と保護量が増えますよね。これで、赤になる、赤くなります、資源マークがね。はい、OK です。で、これで、アカデミーの長官のスキルじゃなくて、ね、ここで、スタミナ最大、もしくはスタミナ、回復、もしくは、経験値、司令官のね、の長官任命のスキルでしたら、大きく使えます。はい。っていう感じですね。自分はもういけるんで、はい、今回は、67。この人トニウム強化生産、割れましたね、割れましたけど強化だけこれだけで使えるんで、はい、一般感染を、ね、亀裂で素材集めて強化するときにこの人を長官にして、
強化して、強化終わったらまた変えるっていうね、入れ替えができることを覚えておいてください。また強靭化、はい、81で回避命令なんでも入れます、ね、はい。別に一番ねちょっとさ強靭至上主義じゃないのでね、はい、67別に強靭に対してそこまでないですね。でレーダーもね何度もお話してますけど、VIP レベルか、すいません、調べてないんで、すいませんね。VIP レベルか、司令官レベル、どっちか上がると、レーダー無制限です、回数。はい。で、研究見たら割れましたので、いりません。はい。で、はい。よし。あー、76か。76か。これね、これね、うまくいったな。うまくネタバレにならないように、このね、ちょっとこれはまだにしましょう。はい。これはちょっとね、別でコミュニティ作って、そこで初心者さんの方だけにお伝えしようと思います。はい。はい。必殺、裏技っていうかね、はい。さっきもそうなんですけど、ちょっと自分も試しましたけど、あら、みんな知らんのっていうことがあります。はい。で、この人はちょっとね、キルイベで攻める、惑星防衛で守る、仮想で遊ぶ、亀裂で稼ぐ、あと何ですか、まあまあポスまああと、まあ極端に言えば外界の偵察機叩く、ね、に向いた英雄もいてますし、まあ外界使用かもあると思うんですけど、あと狩りの時、まあ狩りはね攻撃が早い方がいいので、はい、こっちに行きましょう。ちょこちょこ地味にヒラリーが溜まっていってますね。で B の方は今回、ギャラクシーなんで C は出ます、はい、B 級の方は、はい、あ、切った2つ、よし、これです、切った、これね、経験と回復でしょうか。はい。そしたらもうね、研究もしないとなりましたら、まあ、研究はちょっとランダム入れてるんでね、ちょっと無理ですけど、他でね、戦闘に関係ない、施設の長官を解けてですね、この人を入れると、回復させながら経験値増えるでしょう。で、経験値増えると、司令官レベルが上がります。で、司令官レベルが上がると、制作ポイントが入ります。はい、他にも、レベル50になると、8発ですね、合計8人、自分は含めて合計8発乗り組みできるようになります。はい、なので、この人は待ってました。狩りをするときにこの人にチェンジなんです。どこかのね、戦闘に関係ない長官 をこの人にチェンジして、どんどん回復させながら、経験値をガッツガッツ獲得する。そんなときにですね、これをたくさん貯めてね、戦闘に関係ない施設の長官を入れて、これはもう、言います。見てくださった方限定で、お得情報ですね。これ本当はね、なんて言うんでしょう。まあ、Twitter でしたスペース。はい。とかでね、有料で500円ぐらいいただいて、ちょっとお伝えしてもいいようなことを今から述べます。皆さん、よくお聞きください。はい。まあ、知ってると思いますけど、ね、この2つを持ってる英雄が、これと、これですね。を、戦闘に関係ない、ね、施設の長官に入れまくります。はい。で、司令官経験値獲得量の、8時間のね、惑星バーフかけます。で、後軍の高級後軍の惑星バフも8時間かけます、はい、で、とにかくレベル無視して近場から回復を叩きまくったらめちゃめちゃ経験値が下がります、はい、なので自分は CC レベル、コマンドセンター、コマンドセンターって何人ね、なんて言いましたっけ、あ、司令部、はい、司令部レベル低いのに、司令官は50を超えております、はい、こういうことをしてきたからなんです。てないですよね、皆さんね、これはかなり有益です。はい。っていうことを、今めっちゃ有益でしたんで、グッドボタン押してください。はい。自分が初心者の頃にしたら、ギャーと思う情報です。はい。グッドボタン押してください。はい。グッドボタン押したら、チャンネル登録してください。もう、してくださいね。はい。広げましょう。はい。皆さん、
アスキンを広げましょう。はい、で82、生息システム規模はね、上げておくと一方、はい、優先になりますね。わかりました。はい。で、修理か。修理とかどうしてるの？あ、これそうですね。これは経験値だけですよね。はい。なので、仮に貿易センターはちょっと人が言ってるんです。自分は、ミネルバさんがね。で、自分はね、そうですね。貿易が好きなんで、出し切りたいんですよ、貿易を。だからミネルヴァさんは溶けたくないんですね。はい。これも自分の好みです。本当は溶けて経験値だったら稼げるんですけどね。分かってるんですけど、貿易が好きなんです。はい。なんでこれでしたら貿易溶けないでしょ。で、修理なんて、修理するときに乗せりゃいいだけなんで、ね、ってなったら経験値より、ね、こういう、先ほどの感じですね。経験値と回復していってくれた方が、数叩けるじゃないですか。で最大値は使い方間違えちゃったんですよ。はい。今、200、仮に、スタミナがマックス100としましょう。はい。ね、で、それ、上限値が200。で、スタミナも200溜まっていると。の状態で、すべてを最大値に押しと入れていっても、で、300になっても、この100はね、増えません。はい。だから、うまいことを使いましょうね。この人使わないです。いろいろ、このゲームは本当すっごいですよ。いろいろ考える。もう一つずつ気づいたもん順に早く突破するっていう感じですね。はい。で、攻撃は3つ欲しいですね。無料更新とスロットと割引と、はい、攻撃ガール欲しいんですけど、割れてしまったのでこの方は使いません。はい。めっちゃ解説すると思うんですけどね、文字なんか見てわかんないですよね。最初の頃こういうわけわかんないでしょ。自分も最初いろいろネット調べてみましたけどね、もうわからんっていう。はい。ならどうなのわかるやつだ。こう見ながらね。はい。自分は別に最強を目指してるわけじゃないんで、こうやって見せていっても何ら痛みがないんでね。はい。有利でしょう。でも逆に言うとね、皆さん、もうすでに強い方は逆に出せないですよね。手の内わかって、ね、その競ってる方たちに教えてしまうじゃないですか。はい。なので自分みたいに、その最強も狙ってない。はい。でもいろいろわかってる。っていう人間がね、向いてるんじゃないかっていう最終例の社会。はい。ね。最終惑星の電車をこちらに住んだところですね。69。最終も2つに考えた方がいいです。はい。寝てる間に出して、朝9時超えて最終が終わって、デイリーミッションをクリアできる最終兵衛と、で、もう最終に特化した人ですね。はい。がいいと思いますよ。はい。で、73低い。でも最大値がある。最大値があるか。最大値だってトニウムの加工量。だからこれですね、要はトニウムの長官にね、この人入れて寝てたら、ね、最大値上がるでしょう。ってなると、これよりもね、回復欲しいんですよね。この寝てる間に最大値は上がる、回復してくれるっていう感じです。はい。まあ、最大値とは回復会社も欲しいんです。もうセットなんです、自分ではね。89、まあまあ。で、うわ、これね。これね、ですね。どこまで言おう。この人ね、惜しいんです。これ、走行強化。じゃなくて、照準妨害じゃない。回避妨害ですね。はい。でしたら、この人猛烈ですよ。はい。猛烈です。で、そういう系のフォーメーションを組んで、そういう系の旗艦乗せて、はい。やると、はい。はい。事故なんですけど、この走行強化は自分は使いません。はい。が低い。またね、貢献スコアね、先ほどからお伝えします。貢献スコアを上げると、はい、たくさん、連盟研究の時にね、たくさんポイントもらえるので、スコアもらえるので、たくさん、連盟ショップでショッピングできます。はい、レースショッピング。はい、切ったぞ、増幅。増幅大好き。あ、クリカクか。これもね、面白いんですよね。もう耐久いらないですよ。はい。せっかくぶち込むなら、クリティカル確率ですね。ここでクリダメもあったらね、
で、そっち系のフォーメーションでしたらね、どうなんでしょう。71、これは自分は使わないです。攻撃性が強化、これ自分は使わないですね。攻撃、攻撃は、はい、攻撃はもう3つ、相当しないので、今違う人も入れてるので、はい、使わないです。あ、今回は面白い人がいるんですね。走行曲じゃないかな。はい、いろいろ結構言ってますから言ってますけど、初心者の方、ご遠慮なく、わからないとかありましたらコメントください。はい、そう、ここってどういうことですか、全然ください。はい、そのお答え動画を作ったりします。はい、ネタバレはしないですよ。それはね、それはしない。はい、Eさん、ラッキー、アーロン、ラッキー。もうアーロンはね、アーロンはもう鍛えたいんです。はい、興奮だけ。はい、はい、さて飲みましょう。連射、今度お見せします。連射、はい、で、回避機に耐久力、自分使わないですね。内戦73、検査資源修理、出戦希望、割れましたね。で、72、保護力、保護力大事ですよ。はい、資源、暗黒力割れましたね。割れてからダメなんじゃないですよ。もうすでに最低限の栄養を自分うまく得れたので、出てるので、割れた人は自分は使わないってことで、割れてても、今、そのね、特化した英雄がいてなく、長官にできる英雄ってなかったら、入れとくべきですよ。はい。攻撃上、はい、無料更新。ね、これだけなので、はい、攻撃とかガールじゃないので、いらないです。はい、レーダーも、ね、先ほどお伝えしましたね。はい。このね、貿易収支の最大保存量、これめっちゃ大事です。すぐ止まるんで、自分今マックス5万ちょっと、5万2000、5万ちょっと、おそましいけど、5万ちょっとまで止まります。それでももっと上げたいと思いますからね。ミネラバさんがまだレベル60なんで、もうちょっとね、あと5上げれるんで、もうちょっと上げれます。はい、88、研究暗黒トニーがありましたね。はい、研究はね、まだ研究のね、英雄いらっしゃらない方、支援より自分は速度をおすすめします。はい、両方あったらよりいいんですよ。速度とね、資源ダウンと、ね、でもどっちかしかないってなると、自分は速度を優先します。はい、で、95人で置いてきます。で、最大値でしょ、最大値プラス本当は、ね、先ほど見ました、ね、回復で夜寝てる間にたくさん回復させてスタミナ稼ぎたいっていう感じですね。ほとんどがお得に稼ごうなんですね、ことをお伝えしますので、ネタバレにもね、なってないと思います。たまにね、爆弾をしますけどね。はい、そうです。だから自分ね、課金して一気に強くなりたくないんですよ。はい、強い人たちをどうやってこの非力な力でっていうところが自分が楽しくしまうので、でも強くなりたい人はもう課金してください。本当に、見ればありがとう。はい、ザウでも召喚しません。なぜ召喚しないか、はい、自分の召喚術があるので、それはちょっと何か召喚するときに動画あげます。はい、はい、もうお得です。お得っていうか、もう早いですね。はい、もうあれこれにね、資源使いたくないんで。はい、はい、57、低いですね。ただ来てきました、来ましたよ、この方。わかりますか。司令部に入れましたら、建設速度と建設資源が両方ダウンします。ですね、 S 級でしたらレイラーか、タイラーちゃうわ、それリブタイラー、タイ、何でタサン、はい、どっちかですね。
それなかなか手に入らないですし、ね、あの DNA もね270枚ないと、ね、60枚はいかないんで、本数十分です。でこの人で、これアカデミーですけども、仕方ないですけどね。はい。まあ、これ、だからこのアカデミーはレベルアップしなくていいんです。ほっとけよ。はい。もったいないんでね、ニュータイプ、あの、エレメントが。これだけ上げたいですね。でも内施工中なのがちょっときつい。今ちょっと一応置いておきます。今自分レイラーなんで。はい。レイラーが個人的に推してるので、レイラーを使ってるっていう感じです。はい。この人はアカデミーですね。はい。アカデミーに2つですね。この人はアカデミーの長官にするときは2つが効果があるので、この上のトニーなんて上げなくていいです。はい。だって関係ないんでね。はい。っていうようにして節約しながら効果的に稼ぎましょう。90、ステージ94なんで色合わせ赤のために置いときます。はい。どんどん説明していきますが、わからないところ本当にどんどん、あの、なんでしょう。コメントがね、コメントしてくださる方がいてるんですよ。ありがたいですよ。その方はね、あの、ツイッターでもね、よくいろいろお話してくださる方なんですよ、気さくに。あの、本当に皆さん、あの、自分もね、初心者なんか何にもわかりませんでしたしね。あの、知らないは別に恥じゃないと最初わからないんで、はい。遠慮なく行きましょう。で、ワイワイ行きましょう。で、ジャイアントキリングをしましょう。はい、何ですか、ちょっと出店規模が大事ですね。出店規模大事って偉そうに言いながら自分は、研究の出店規模ほとんど上げてません。はい。はい、30分ですね。で割れたので置いておきます。で規模か、ね、規模ですね。自分は戦闘で規模使わないんで、規模と積載量があればのんびり採集で使えるでしょう。そうしたらこの3つ目のスキルなんて、上げなくていいっていう感じです。はいですね。で66引くんでこの人はポイです。でいいですね。はい、では30分経ちましたので、はい、まだ続きにがあるのか、どうだ、360枚もある。もうちょっと、もうしんどくなってきました。はい、右下の猫マークを押してください。今押してください。はい、で、チャンネル登録押してください。はい、で、チャンネル登録押して、そのままカーソルを、あ、指をね、あの、グッドボタン、いいね、押してください。で、このゲームを広めて、このゲームが、ね、末永く、続いて楽しめるように、皆さん、あの、共有、フォロー、拡散、ツイートしてください。はい。で、ツイッター、あの、やってます。フォローしてください。はい。アスキンをされている方は、もうね、プロフィールにアスキンって入れとくか、はい、してくださったら、もうね、あの、元病にフォローバックします。フォローバーします。はい。で、インスタも上げてます。戦闘結果とかいろいろね、ランキングとか入れてます。面白いので、そちらもフォローしてください。はい。で、ですね、Twitch、ちょっと登録していただかないといけないんですけど、ね、あの、こちらでライブ配信やってます。毎週木曜日の25時、夜中ですが、この時間がないので、ね、やってます。で、アスキンをプレイしながら、アスキンの解説をしながらですね、全然たわいもない世間話もワイワイしております。そちらもフォローお願いします。 YouTube がですね、登録者1000人いかないとライブ配信できないんですよね。まそもそもアクティブで1000人もね、アスキンやってるのかって話でしょ。はい、日本人でね。はい、だから英語のねアカウントじゃないとなかなか1000人いかないと思うので、なので Twitch で配信します。なので、YouTube でもライブ配信できて、皆さんの手間が省けるように YouTube でやりたいので、あの、拡散してください。お願いいたします。はい、では続きます。今回もご視聴ありがとうございました。